い栄えくやつやつとはわたしの名前であるやつと読む今では気に入っているのだけど小さいじぶんのわたしはこんなめずらしい名をもっているのをどんなにはずかしくおもったことかだからわたしはなづけおやのおじいさんに 何度講義を申し込んだか知れない。どうして奴なんてつけたのするとおじいさんは決まったように、かわいいやつだったからさ、とおっしゃる。そんなら、愛子ってつけてくれればよかったのに。愛子か。しかしもう仕方がない。生まれ変わってきた時のことにしよう。 などと冗談にしてしまわれたり、ある時は私があまりしつこく言うので怖い顔つきになり、何おばちあたりを言うか、おじいさんはお前が生まれた時、いつか一ん考えあぐんで、やっと決めたんだぞ。と怒り出されたこともあった。そんな時の私は大抵泣いていた。それからまた、 いつだったかは、そんなに嫌なら、おじいさんに返してもらおう。さあ。と、ニヤニヤ笑いながら、私の鼻先に、節だらけの大きな手を出されたこともあった。品物のように返せるものなら、私は大喜びで、さっさとおじいさんの手に返したに違いない。その時にも、私は泣いていた。 それなら私は本当に泣くほど自分の名が嫌いだったのだろうか。い,いえ、決してそんなことはない。私はいろんな人たちから、やっちゃんと呼ばれるのがとてもうれしいし、好きだった。やっちゃんや、ちょっと糸を通しておくれでないか。おばあさんは、 つぎものやぞうきんさしのときによくそうおっしゃった。やっちゃんや、できたよ、できたよ。お母さんはよくこんなことばでわたしをよび、わたしのためにあんでくださった毛糸のセーターや、手製の洋服などをひらひらさせて、わたしをよろこばしてくださった。やっちゃん、あそびましょう。やっちゃん、さよなら。 はじめにやっちゃんがくっつくと、次の言葉はいつも優しい。そんなとき私は、やつという名を忘れていた。私をやつと呼び捨てにするのは、おじいさんただ一人であった。けれど私は、おじいさんにやつと呼び捨てにされても、それで気持ちを乱された覚えは一度もない。 やつ、みかん山へ行こうではないか。やつ、今度の日曜に、こんぴら様へお参りしようか。やつ、ちょっと郵便を出してきておくれ。はい、はい、はい。それに答える私は、しごく素直であった。私が泣いて抗議したやつは、主に、 兄さんと弟と、それから村の男の子との間に起こる言葉のやりとりの後であった。私が道を歩いていると、あやつどこのやつ、田んぼの竹の子を、などと生やしたてる村の男の子。それから、いつだったかこんなことがあった。兄さんが、おい、今夜のおかずは、 お前の頭かいそれを私は頭を使えという意味にとって、男のくせにおかずの心配なんぞしないものよ。そう言って私は済ましていた。夕食の茶部台に向かった時、今度は弟の庄司がお膳の上を見回しながら、やっちゃんの頭はうまそうだな。 変な笑い方をした。それでも私は平気で、今日は弟までが私の料理に感心しているのかとうぬぼれていた。弟は続けて、やっちゃん、自分で自分の頭を食べたら、どんな味がするこれを聞くと、お母さんが急に吹き出されてしまった。私は、 お母さんがなぜ吹き出されたのか気づかぬままに盛り分けられた小鉢の八つ頭の煮付けをお箸で挟みながらお母さんの方を見たその拍子に八つ頭は箸を滑って畳の上に転がり落ちた「うわあやっちゃんの頭が転がったよ」みんながどっと笑ったそれでやっと気づいた私は もう悔しくてお箸を投げ出してしまった。私はもうやつ頭を食べなかった。だが、こんなことも今は、ただ悲しく懐かしい思い出となってしまった。思えば、やつという名を嫌がって涙を流していた頃の私は、幸福の真ん中に座っていたのだ。 戦争の終わり頃、女学校の四年生の私は、ある工場へ学徒停心隊として動員されていた。私たちの仕事は容器の製造だった。わかりやすく言えば、入れ物としての樽を作るのである。機械と手を半々に、木を削ったり組み合わせたり、竹で棚をこしらえたりする。 慣れるまでの三ヶ月ほどは、誰も彼も両の手に小さな怪我の絶え間がなかった。そして、だんだん怪我がなくなるにつれて、みんなの手のひらは固くなっていった。お休みに私が家へ帰ったとき、私の手を見ておばあさんは、かわいそうにのう、とうなずき、しかしま、 若い時の苦労じゃ」とおっしゃった。そしてなお続けて、おばあさんらも若い時苦労したでのう、それでこんなうちわのような手になった。とご自分の手を眺められた。おばあさんの手はしわに包まれしぼんでいるが、骨の高い指の短い大きな手だった。 貧しい家に生まれたおばあさんは、早く父親に死なれ、小学校もわずか2年で、小さな時から山や畑で働いたのだという。しかしおばあさんは非常に字が好きで、はっすんと呼ばれている四角な盆のようなお膳に砂を入れたのを、夜になると持ち出して、寝る前に手習いをしていたという。筆は、 八寸前の帳面は砂の紙だからいくら手習いをしてもいつも新しいしお箸の鉛筆はちっともちびないおばあさんはよくこの話をノートに不自由をしている私たちに聞かしたうちのおじいさんがおばあさんをお嫁にもらったのはこの 発寸前のお帳面に感心したからだという。このおじいさんは、船乗りの子として生まれた私に、海にちなんで、やつと名付けるまでに、五日一番考えたほどの、いわば変わり者だった。そして、六日目に、やつと書いて、役場へ届けたのだという。私は、 まだ父のことに触れていないが、私の父は小選学校での船員だった。私は父のことをお父さんはと話すよりも、父はと言った方がぴったりするほど、父に対しては慣れた気持ちがない。それというのもうちの中で一緒に暮らす日が非常に少なかったからだと思う。 私たち兄弟は小さな時からよく父へ手紙を書いた。父からもたくさんもらった。父は2年に一度ぐらいうちへ帰っていた。父のお土産は珍しいものや高価なものばかりだった。置き時計だの、西洋人形だの、ミシンだの、電池だの、うちにある田舎らしくないものは、 みんな父,の外国土産だった父は手紙では非常におしゃべりだったが顔を合わすと驚くほど無口な人であった私たちもまた同じように手紙の上では何でも自由に言えることが面と向かってはいつも遠慮されたそんなふうに父とこの気持ちが打ち解けることのないうちに 私たちはもう別れねばならなかった。最後に父と暮らしたのは私が六年生の時だった。わずか半月ほどで父はまた船に帰った。太平洋戦争中、父の船は御用船になり、そして間もなく南シナ海で嫌いに触れて沈没したという。 私たちはそれを一年ほど後になって知った。けれど私たちの日常の暮らし方の上では少しも変化がないので、悲しみが急に心を打たなかったのを私は覚えている。父はどこかに生きているかもしれない。そしたらいつかは帰ってくるかもしれない。そう思うことで、 悲しみがぴったり来ないのである。戦争が終わってから、村へは毎日のように兵隊に取られていた人たちが帰ってくる。その人たちは静かに、いつ戻ったともなく、自分のうちに戻り、黙々として働いている。私の友達のお父さんや兄さんたちも帰ってきた。 そしてすぐ野良に出て働いている。その姿を見るたびに、ああ、あの人も無事だった、と私はほっとした気持ちで眺める。と同時に、同じこの戦争のために命を失った人々の家族が戦いの時と同じ人数で暮らしているのを見ると、 言いようのない辛い気持ちで、瞳を伏せずにはいられない。そして、私たちも同じだと考える。しかし、生まれながら父と別れて暮らすことに慣れている私にとっては、父のいないことはまだ耐えられる。父を失った悲しみは、これから先の私の心に、 じりじりと迫ってくる悲しみであるに違いないが、今の今に迫った悲しみとは少し違う。それは、父の職業が平時でさえも私たちにこんな覚悟を申し渡していたからにもよるだろう。それよりも、今の私の悲しみは、私が生まれて十七年の間、この父に代わって、 私を育んでくださったおじいさんと、お互いに惜しみなく、兄弟の感情を磨き合った弟とを、同時に失ったことの悲しみである。空襲のさなかに、お互いをいたわり合う姿で、うつしよう立ち去った二つの魂。その一つはすでに老い、一つは未来に輝いていた。 双葉のように若い命であった。その時のことを私は語るに忍びない。この私の悲しさ、私の一家の悲しみを私たちはしかし耐え忍ばねばならない。私にとっては大きな悲しみではあるが、それはあちらにもこちらにも起こった。 たくさんの悲しみの中のたった一つであったから。しかし、戦争が済んだ今、私の悲しみはなかなか消えないばかりか、私の心は一層おじいさんや少女を求めてやまない。私は、下駄箱のかだ棚の隅におじいさんの杖を見出し、 その油じみた握りに思わず鼻を近づけた。かすかにおじいさんの匂いがする。私は机の縁のナイフの後を見て、ある日の弟の姿を思い出す。私は毎日おばあさんたちと一緒に畑に出て眺める。おじいさんの植えたさつまいもは青々と はたけいっぱいにつるをのばしているそのつるをかきわけてみるとうねの地肌がひび割れているそこへてさきをいれてさぐってみるともうにぎりこぶしほどにさつまいもはふとっているおばあさんとても大きなのがはいっているわよわたしはとんきょうな声をあげたがつぎのしゅんかんおじいさんのことを うずくように思い出した植え付けの日雨にぬれたのがもとで風邪をひきおじいさんは10日ほども床についていた工場の休みで一日帰っていた私は早速おじいさんを見舞い「無理しちゃダメよおじいさん」と言ったもうその時にはほとんど治っていたおじいさんは 寝床の上に起き上がり、しかしやつあの日植えとかないとお前たちお芋を十分食べられんことになったんだぞ半分負け惜しみでおっしゃりながらおばあさんに向かってあれをやつにごちそうしてやんな何かと思ったら琵琶だったその時のお札が もうこんなに太っている、と思うと、亡くなった後もなお、おじいさんの残したものは、生きて成長しているのが悲しかった。私の家では、主に畑仕事は、おじいさんとおばあさんの受け持ちだった。家の前の野菜畑には、トマト、ナス、キュウリなど、夏の野菜が行儀よく植え付けられていた。 トーナスは三十八個の大きな実をならせて、まだ元気である。八つ頭は今年は種芋が少なくて、とつぼばかりしか植えられなかったが、決起の若者のようにすくすくと伸びてきて、青いビロードの葉の上に銀の玉を乗せている。触ると玉はコロコロと揺られて落ちた。翔ちゃん。 私はそのたまに小さな声で呼びかけてみた。やっちゃんの頭が転がったよ。と言って笑わせたあの日の夕食がふと思い出され私は涙をぬぐった。後ろの方でおばあさんとお母さんが相談している。もうきゅうりもトマトも木をあげた方がよさそうだね。 そうですね。惜しがっていると、冬のお野菜が遅れますからね。おばあさんたちは、大根や白菜の種まき準備をしているのだった。あのとき、すっかり年を寄せた顔つきになっていたお母さんも、少しずつ元気を取り戻している。とにかく、働くことだね。働いていれば。 忘れることもあるし、違った道も向いてくるだろうよ。そうですとも、そうですとも。それは自分で自分を励ましている言葉だった。私ははだしになって地べたを踏んでみた。冷たかった。おばあさんの方へ歩いていきながら、ねえ、 八つ頭が取れるまでに、兄さん帰れるといいわね。そうは言ったが、私の心の中には、兄さんの脇に弟の少子を並べて考えていた。お母さんは、ちらと不安の影を顔色に出したが、しかしすぐそれを消して、そうだね、帰れるだろうよ。 戦争は済んだんだもの。兄さんは兵隊に行ったきりまだ帰らない。帰ってくればもう一度学生に戻るだろう。私の学校ももうすぐ始まる。私たちはこれからこそ専念することができる。そしてお芋のように豊かに 心を太らせるのだ。